歯が入ってる。歯の骨を入れたんですか。そうそう、の出かけるときに持ち運びができるようになって。お家に絵画みたいのってあります？あります。どこにあります？今撮った。ごめんなさい。絵画、あ、そうなの。何の絵ですか？人、人の絵。あ、女性。そう、女性。あ、1個はこれで分かりました。あ、すごい。いい。ここだけ言うと何があるんですか？すごい物が詰まってて、はい、あの子供たちの、はい、もう使わなくなったおもちゃがどん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 詰まって、いいですか？今パンパン、ものすごいパンパンになっていて。あっちだよ。あれ、棒どこに行った？ここに引っ越してきた時って上行って荷物ありました？ありました。なんか前の方の袋とかさんのおもちゃがいっぱい入ってて、でここのオーナーさんが片付けて全部出してくれて。その子供さんたちは別に何も成長、普通に成長してる。多分5歳ぐらいのですか、おもちゃって。あ、結構ちっちゃい、あの、なんだっけ、バービーじゃないけどお人形さんのお家みたいな感じ。ぬいぐるみってありましたかね。どういうぬいぐるみかというと、キューピーちゃんみたいなやつ、わかります？キューピーちゃん、わかります。ああ、ありがとう。っていうのはなかったですか？わからない。ちょっと待ってけ。これどうしたんですか？これが私の母が、今あの亡くなった父と離婚して今新しいお父さんと一緒に住んでるんですけど、はい、その父が持ってたもので、大事だから取っておいてとは言われてて、でもどうしようもないから、大きいから、はい、邪魔だから持っててって言われて、開封できる場所ってあります？全然全然いいですか？どっち最初にしましょうか？そしたら上最初でいいですか？ものすごい汚いです。大丈夫です、あの雰囲気だけを中に入らない、入らなくて僕だけちょっと行ければ全然それで。電気は、電気つけるよ、ちょっと待ってね、気をつけて。はい、大丈夫です。結構ね、一体のゼロ開かないよ。いいですか？はい。あれ、つくかな？ついてくる。つかなくて全然大丈夫です。つかなくていいですか？はい、全然。つけたのかと思う。あ、ついた。本当ですか？そうなの。でもどうやってどこに売ればいいのか全く分からなくて、で困り果ててそこにずっと置いてあるから、で前の引っ越す前のお家もね、今までもずっと壁ずにどっかに置いて置いて、ね、こんな感じで、困った困った。プレゼント何？あ、反対です。はい。はい。
うわぁ、牛と人の絵。牛さんがいるね。で、これで1個やっと溶けて、あとは3つぐらいあるんで。絵があるのって聞かれたの。女性の絵。あ、それは、ないのね、そうです。あの、小さい頃やってるんで分かります。すごい。いい。これと、お父さんのお骨ってどちらにあるんですか？今お墓に。亡くなった父は、はい、その父親のおばあちゃんとかおじいちゃんとかのお墓に一緒に今入ってて、で今までお墓参りとかもあまり行ってなかったんですけど、父が亡くなってからめっちゃ行って、あ、ありがとう。パパ、どなたが書いたんでしょうね、これは。名前がチェーンなんとか、あ、チェイス・チェーンっていう人です。色が変わってるとか特に何も見て、あの、全然わからないです、ずっと放送したままで。どうしましょうね、出しとくか、不気味だったらしまっときましょうか。不気味でも 何も感じないんですけど感じないただ大きくて、はい、飾るところもって思っていて僕最終的にお祓いするんで、あ、お祓いしてヤフオクはやばいかですよね何も感じないんですもんね、普段生活してて。感じないかな。そうそう、前こ、うん、だいぶ前で、はい、だいぶ前に住んでた、両親と住んでた家が、はい、すっごくお化けを感じてて、はい、もうすごくて廊下の、あの、人感センサーがパン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 ずっとついてて、だから人が通る、あの、ミシミシの、はい、あ、誰か親かなと思うと誰もいなくて、で次の日に起きたら、うちの父は、あの、新しい父の方が、誰来てたのって、なんで何も言わないで人を連れてくるのって、いや、何も誰もいないよって言ったら、みんなで騒いで女の人が笑ってる声がずっと聞こえてうるさかった、いやいや、やめてよって言って、でまた違う日とかだと寝てると毎回男の人が上にまたがって乗って首絞めてきたりとか、ベッドの下にいらない雑誌をこう並べてたら、パラ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 ってこうめくる音が下からいっぱいしたりとか、で奥の部屋で、畳の部屋で、あの、両親が寝てて、で母親が夜中に目が覚めたら隣でこうむくっと起き上がって男の人が座ってた、でその後に母が癌になって、新しい父親がちょっと怪我をして、背骨の軟骨が全部潰れちゃって動けなくなっちゃったりとかしたり、怪我が続いたりとかして、で母も自殺未遂とかして、でその後にちょうど引っ越しがあったんでね、で引っ越して、で、あ、お化けだったんだねっていう話を、なんでその時に引っ越さなかったんだろうね、すぐにっていう話をしてて、ちなみにそこの住所って今でも覚えてます？覚えてたら Google マップに刀があったとかって言いました。刀？はい、日本刀みたいな刀があったみたいな。あ、それここですか？今もある。あります、わかりますか、はい、さっきの屋根裏に刀、ちっちゃい刀が、はい、お父さんですよね、その新しい父が、はい、困ってるから持ってて。いや、本物ですか？あ、わからない、開けたことがないんで。でもなんか切られてるって言ってたんで、お父さんは。あ、切られてる、あの、短くなってるみたいです。あ、短くして加工してあるって言ってて、だったら登録してあるんでしょうね。登録するんですか？あ、わかんない、もう何にもわかんない。お父さんから渡されてどうするって感じで使い道もないし、いろんな特技がありまして、住所を入力すると詳細な場所って出るじゃないですか、どこの国でもどこの場所でも5秒あればどういう場所ってわかるんですよ。あの、98% 外したことがなくて、もちろん統計です、うん、例えばこのお店は売り上げがあるないとか
分かっちゃいます、見えるんですか、うん、感じるんですか、その場所から見て信号機の角度距離とか、うん、道路がこういうなってるお家がなんかあるって計算していくんですけど、統計学である程度です。ごめんね、あ、そこは大丈夫、あのマップだけここです、そうそうそう、触っていいですか、はい、うん、裏にお寺か何かって、お石碑とかないですかね、この辺り、あ、分からないです。霊感があるお友達が来た時に、はい、もう怖くて入れないって言われて、うん、何言ってんのって言って連れて、ここの場所のどこだったんですか、ここの場所の、はい、入り口はこっちからで、はい、奥のこの辺の上のあたり、でその子が来た時には私の部屋に小さい子供たちがいっぱい出入りをしているってして、で怖い怖いってずっと鳥肌立ってて、道路がこうなってくんだと来たと、この辺がちょっと怪しいところってなります、うん、何があるのか、教会、この辺りにお地蔵さんとか石碑ってなかったですかね、分かんない、分かんないですか、分かんない、はい、今引っ越してるんですもん、あと木と整理していいですか、頭いや、もう全然で、あれやさーさーさー、こちらって何ですか、あ、刃物入ってる、骨を入れたんですか、そうそう、あの出かけるときに持ち運びができるような、入れない方がいいですよ、あ、そうなんですか、例えばですね、あるあ、刃物入ってる、骨を入れたんですか、そうそう、あの出かけるときに持ち運びができるような、入れない方がいいですよ、あ、そうなんですか、例えばですね、ある方が来て、うん、後ろにお母さんが立ってたんですよ、うん、でそのお母さんっていうのが指がこうなってて、小指が、あの、この小指がなかったんですけど、なんで小指がないのかなと思って、生前でも指があったって言うんですよ。で、その方、なんかブローチをつけてて、ちょうど骨を入れてたんですよ。で、どこの骨取りましたって聞いたら、指あたりかなって言ってまして、そうすると。戻します、ね。戻します。そうなんですね。意外と多いんですよ。戻した方がいいですよ。あの自分自身の自己満足じゃないですか、うん、そうなんですよね、だったら写真を連れてけばいいだけの話なんです、葉っぱと怪我がよく分かんないんですよね、怪我、じゃあ怪我、怪我してるのが、うん、なんで怪我してるの、教えて、映像、映像もらえると確かに、夏が見てるやつ、ふらめてるやつ、いいよ、ふらめてるやつ教えて、ふらめてるやつ、いいよ、ふらめてるやつ、映像やつ、映像欲しい、見てるでしょ、普段人、うち優しいもんね、人見てるでしょ、どういう人見てるか教えてるやつ、お部屋さんはいつもどこに置くんですか、いつもそこかな、ずーっとですか、ずーっと飾ってるんですか、うん、3月飾り終わったらどこの場所に置くんですか、うん、今絵が置いてあった開けたお部屋の押し入れの上に、押し台っていうんですかね、押し台、押し台、なんで話せるんだろう、新しいの、何で話せるの、ん、何見た、これThank you.
ものになる。あと何だろう。学校に行く途中は具合悪くなるとかはないんですか？朝起きたらすぐに頭痛い、気持ちが悪い。朝起きたらいつも気持ち悪いと。そうそう、最初は学校が何かストレスとかがあって精神的から来てんのかななんて思って様子を見てたんですけど、休みの日も学校帰ってきてからもう全然何も変わりなく、ずっとずっと気持ち悪いと頭が痛いってして、学校から帰ってきてから頭痛いか、朝起きてから頭痛い、どっちの方が強いかな？朝多分頭痛いって、なんか刺さるようなとか、押さえつけこうグーってやられてるようなとか、悩んでる分からない。では頭痛い、うん、学校、学校の通り道、学校行くことできます？結構広い時は休み、今ですけど、ここ最近本当に数日ちょっと行き始めて、先週より前1ヶ月間ぐらいとかもう結構休んでたね、ちょっと辛いから無理。今日行くことってできます？学校今日？はい、今行けますいいですか？全然大丈夫です。で、行って帰ってきて、で、今日は終わりにさせてもらいます。わかりました。そこですよね。あ、もう大丈夫です、ありがとうございます。戻りましょうか。でもなんか怪しいところありました、ね、今のところはまだ、はい、ちゃんと何人か例ましたけど、はい、大丈夫みたいなんで。ここは具合悪くなるかな。待ってる。ちなみにここで、嫌な感じとかします？大丈夫ですか？大丈夫。何くらいあるんですか？あんまり言わない方がいいと思います。こんばんは、橋本京明です。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。すいません、また告知になります。おかげさまで昨年発売いたしました、あなたの神様とつながる56日開運帳がまた重版いたしました。本当に皆様ありがとうございます。たくさんの感想もいただいております。書き込めるページもございましたり、また非常に水平となって書きやすくなっております。ぜひお手に取って運気を体験してください。よろしくお願いいたします。霊供養の方もまた重版となりました。本当に皆様ありがとうございます。こちらもぜひお手に取って読んでください。よろしくお願いいたします。